どうもこんにちは、ゆきしかです。今日も映画のやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。リベンジさせてあげよう。いいな、なにね。はい、橋本大丈夫か？お腹下してんでしょ、橋本。渡辺できまーす。9番渡辺が意外とハマってたんで、9番渡辺で行かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。しゃがし。多分来年の秋はね、彼1番張ってると思うんだよね。盗塁 A だし。盗塁 B か。なんか天性プロとしか当たらんな。よろしくね。お願いします。背中し。いける。いける。稲田ならいける。稲田。いい2番になってほしいな。いい1、2番になってほしいわ。稲田は。上位打線を打てる逸材だから、彼は。多分このまま4番にはならないと思うんだよね。4番タイプじゃないからね。好打者タイプだよね。いかに、能力を生かしていけるか。もう私の仕事です、そこは。はい。私の仕事です。もう、彼の、この素材をね、どう生かして育っていくか。もう私の、もう思うがままです。This is called Big Fly。この場外弾を見ると、4番として取れたくなるなとも思うんですけど、身体能力タイプだね、彼はね。渡辺よくね？渡辺レギュラーで使うか？いいぞ、使っても。弱いところ相手だったのもあるけど、橋本今お腹下してるし、橋本お腹下したりとかしてる間は全然いいよね。良すぎる当たりが。当たりが良すぎる。逆に良くないね。当たりが良すぎて良くないタイプ。よし。今、ロマンは見せていただいたので、相手のキャッチャーは、そんなにいいか。走ってみる？オッケー、セーフ3投。いや、めっちゃ存在感出すじゃん。なんなん？めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。森岡の代わりに出るか？全然いいぞ、渡辺。オッケー、ナイス、勝つ。これ、でも2連続勝つ。なかなかないぞ。いいね。2連続勝つ。いいね、いいね。そろしろしい。チャンスだと、そして、コーノに打席が回せるっていう素晴らしいことになります。急成長、オッケー。ミートも上げたいけど、総力も上げたい。オッケー、いったべ、これは。ルイスイズゴーンブーワーあざまる。特大あざまるスイート。ここら辺のね、敵相手に河野が点を取れるわけがないって言おうと思ったら、バリバリ点を取られてしまったっていうね。ドロップもマックスになってるしなぁ。スタミナも上げたいな。A まで持ってこう。しばらくもういいや。コントロール系のやつはもう選ばん。いけ。オッケー。黒岩の肩不安。守備範囲不安。守備範囲不安やな。森岡本当打たないんだったら別に渡辺でいいんだよな。全然森岡じゃなくていいんだよな。渡辺でいい。渡辺が打てるならね。もうここはあれ競争だよね。マジか。今のは一番やっちゃいかんゲッツーやったね。今の場面ゲッツーだけはマジで求めてないからね。せめて最低限しんどいだみたいな。何のために俺選ばしたか分かんない。スリーボールから打って怒られないの？今ボール球じゃなかった。絶対怒られるからね。3球で、フォーク、そうだね、フォーク、もう一球種覚えるか。もう一球種覚えるか。そやな。もう一球種覚えようか。河野はもう一球種覚えます。決めました。もう一球種覚えます。決めた。君に決めた。それを3ぐらいまで持ってない。渡辺いいな。冗談できて渡辺いいな。オッケー、うまい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 。ここに転がしたらセーフなんだよ。素晴らしすぎる。で、走ります。マジ、敵ないな。強いぞ。9番が打てるってこんなに強いんだね。いきまーす。ぶちかませ。オッケー、ナイス。ナイス、かましてるね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 。かましてる、かましてる、かましてる。かましてるねー。別に浜田じゃなくてもいいまであるからね。別に打てるなら。だから今河野が普通にホームラン打者と化してるから、別に浜田じゃなくていいまである。全然代打出します。梅田行きましょう。梅田です。初のお打席です。打てたら熱いね。打てたら熱い。はい、オッケー、ナイス。ナイス、グッバイグッバイ、強いよ。うん。渡辺スタメンで使おう。決めた。渡辺をスタメンで使おう。ここまでやって使わないのもなんかかわいそうな気がするわ。逆に。ね。ここまで頑張ってんじゃん、今、渡辺が。見て。まあ、上振れはしてると思うけど。けども、強いわ。こうしよう。で、サード誰がいい？金丸をサードに回すわけにもいかないしな。まあ、守備位置コロコロしてるけど、渡辺、まあ、早球 C なんだよな。本当は外野は回らせたいよね。これか。浜田にファーストボールするか。これだな。オッケー、これでいこう。で、ファーストだけはなんか好きにコロコロさせようっていう枠にしたいと思います。いやー、いいわ。強いぞ。渡辺なんか1番で、なんかレギュラー取ってくれそうな気がする。阿部久がついたら本当にそのままずーっとレギュラーで固定するんだけどね。まあ、なかなかそういうね、思惑にはね、いかない。オッケー、オッケー、短期消えた。いいじゃん。もう、君のデメリットはなくなったね。そうなんだよ。あと、アイドルだよね。アイドル。マジアイドル。まあ何、練習効率上がった？少し上がったか。そこに仕切ります。ナイス。素晴らしい。素晴らしい、マジで。こういうマジ、アイドルがないから、効率系拾わないとマジ、永遠とやってられんのよな。浜田のファースト、まあ、浜田多分ファースト向きだよね。どっちかというとね。磨いてください。はい。請求を磨いてください。補給マジ上がったの綺麗だな。覚えさせる？そろそろ。覚えさせるなら秋だよな。ここか。覚えさせるか。オッケー、覚えさせまーす。こっち方向。まあ、4球種。そうだね。このままいくと多分フォーク普通に乾燥しちゃうから。オッケー、これでいきます。3球種マックスより4球種の方がいいでしょう。前田は本当にユーティリティにさせるつもりなので、守備、橋本も守備1位まで持ってきたい。佐藤適当に今上げてますが、佐藤は、まあ、代打で使っていけるなら使っていきたいんだよね。ミートパワー上げます。羽丸、肩上げます。嘘です。総力エースまで持ってきます。青木、肩いいね。肩いいか。肩いいか。いや、持ち上げよう。南ね、弾道上げたいんだよね。弾道上げよう。蒲田で適当ミート、高山ミート、森岡は、まあ、残念ながらちょっとレギュラー落ちしましたが、普通にダイソーとしては使えるので、総力。梅田、さっきナイス犠牲フライだったよ。そうやね。エラー消えてほしいな、マジで。使いづれえ。まあ、パワーだな。どうせ盗塁マイフだし。という、稲田はもうちょっとだけ守備でかけてしまいます。はい。守備、黒岩も守備 D まで上げたい。柳田は、なんか代打枠なんだよね。俺の中では。浜田はファーストのサブを奪います。守備位置コロコロさせてごめんね。渡辺は守備じゃない、総力 A まで持ってこう。まあ、なんか本当理想的なチームを作れてる気がすんな、今。今チームめっちゃいい感じやねん。マジでいい感じやねん。ただまあ、そろそろ覚醒来てもいい頃だと思うんだよな。覚醒来ない？覚醒来ようよ。覚醒来てもいいと思うぜ、俺は。まあ、覚醒待ちしてるわ、今。なんかここでドーンと覚醒して、ドーンとなってくる。全然いいやるね。2が欲しい、2が。2が欲しい。2が欲しいんやけど、入れ替えるわけにもいかないけど、ちょっと買ってくるわ。お待たせ。アイテム買ってきた。1増やしちゃダメ？これは。1減らす方か。1減らさないとね。よし、1減らします。よし。皆さん、ここが終わったら、次回の動画で回したいと思います。本屋さん。ショーシャンテ野手。いいね。ティーバティング。じゃあ、皆様、次回の動画でお会いするとしましょう。あ、これいいじゃん。ちょうどいい人ここにいるじゃん。あー、着いたらマジレギュラー。バイバーイ。頑張れー。バイバーイ。